情報はあくまでも力や運命を秘めているということだけしか言えないわ。運命に縛られてはいけない。遺伝子に支配されてはいけない。生き方を選ぶのは私たちなのよ。スネーク、プログラムされたかどうかは問題ではないわ。重要なのはあなたが選ぶこと、そして生きること。 そうでしょう、スネーク。心配はいらない。私も生きていくわ。これまで生きる理由ばかり探してた。でもこれからは生きることが私の目標なの。遺伝子の存在意義は子孫を通じて願いを未来に託すこと。 生きることは未来へつながる。あらゆる生命はそうやって未来へつながっていくの。愛し合い、語り継いでいく。そして世界を変えていく。ようやく分かったの、生きることの意味が。スネーク、ありがとう。 こんなものがあったけど。取っておこう、記念にな。無限版だな。じゃ、何の記念？任務成功の？それとも私たちの出会い？新しい生き方を知ったことのだ。俺は今まで自分のためだけに生きてきた。死にたくはないっていう生存本能が俺の人生の動機だった。みんなそうよ。 あなただけじゃないわ。死への恐怖の中でしか生きる意味を見出せなかった。いや、俺の遺伝子にそう記されていたのかもしれない。今はどうなの？あなたの未来はどう書かれているの？人のために生きるのもいいかもしれない。人のために生きる？そうだ、君のために生きる。 それが本当の生きることかもしれない。さあ、スネーク、どこへ？デイビッドだ、俺の名前は。<笑>デイブ、どこへ行きましょう。そうだな、俺たちの新しい道を見つけよう。新しい道、新しい目的。 見つかる？見つかるとも。見つけるとも。あれは？カリブだ。ここではカリブは生のシンボルなんだ。ここももうすぐ春だ。私たちも。そうだ、生きるものすべてに春が来る。希望を持つことだ。ここに住んで長いが、 アラスカがこんなに美しく見えたことはない。空も海もカリブも、そして君も。素敵ね、生きるって。さあ、人生を楽しもう。